でも不動者だったら大変だよね。あそこら中自分家じゃん。ああすごい、すごいじゃん。あ、すごいじゃん。へえ。ね、スモン選手ってうどん食べてた。そうちゃんこ鍋とかインドカン。あ、スモン、そう、これ、うどん食べてた。あ、それはね、宣言でしょ。いや、いいね、これ。あ、これ、それだ。トーンっていう音。あれ、これ誰だっけ。霧島。何、最近の横綱。あ、ちょっと前、うん、これいいな、これがそういう痩せなんだ。うん、これはでも実際のやつとは違うかもしれないけど、こういう風に作るってことですね。ね、ああ、このぐらいサイズなんだ。ああ、多分アクチュアルサイズ。ねえ。初めて見る。いつもテレビでしか見てない。どこ？ああ。これ結構色が白くてまだユニークだね。風ないと大丈夫だけど風吹くとね、入ってみる？入ってみる。
帯は2万坪、6万6千平方メートルを超す広大な空き地となっており、ここ学校なんですか？あ、そう、うん、なんか見た目中学生じゃない？そういうこと？ああ、バレーボールチーム。ああ、多分骨とかなんかだから、そのお花をデコレーションしたっていうことか。誰だか分かんないじゃん。結構、うん、良さそうだね。なんか大正とか明治とかの、うん、ね、あ、そうか、建物がね、うん、その上の彫刻もなんだか可愛いやつがついてる。記念館。ああ、なるほどね、うん、スッと見てみる、そうだね、うんうん、ついてくるから。ああ、そういうか、うん、結構可愛く作ったね、公園ね、ちゃんともっとタイニーガーデンって感じ、うん、雰囲気がある。
なんかこういうのってかっこいいよね、この冬のさ。こういう、あ、これ本当知ってるよね、これ。その雪よけ。お、うん、雪のもんで枝が折れちゃう。旧安田、安田財閥っていうのが昔いたんですよ。三井とか三菱みたいな。そこのこの辺一帯がその人たちの土地だったの。もしかしたら安田生命？それもそうだと思う。マジ？中学生みたいなのが通ったでしょ、うん、安田学園っていうか。あ、わ、そこすごい。そうじゃない？そうですよ、ねえ、多分そこから見える景色大丈夫かな。マジ？
Thank you for watching.